にちは。4月の19日日曜日、午後1時を回ったところです。日本時間だと4月の20日の早朝4時かな。もうここ何日もずっと家に引きこもってたから外に出てみましたよ。まあ気持ちいい、最高ですね。ほんと出てきてよかった。ほらもう地元の人たちはね、これ見えないか、タンクトップとかで歩いてるね、女性なんか特に相当肌出してる。もう今の時期正直こう歩道のあるところを歩くとすごく埃っぽいんですよね。ちょっと外に出るのをためらってたんですけど、そうだ、こう森の中を歩けば埃っぽくないじゃんと思って、自宅マンションのすぐそばにこういう森歩きができるところがあるんですよ。それを思い出したんでね、もちろんまだこう日陰が残ってるところなんかはね、雪がっていうか雪が凍って歩くの危ないんですけど、まあ、それでも気をつけて歩ければいい感じで歩けるんじゃないかなと思って、いや思い切って出てみて正解で、こう2020年初めて今日ハイキングシューズ履きましたよ。こんな感じ今までずっとスノーブーツで歩いてたから、遊んでたから、ハイキングシューズがかなり足元軽いし気持ちがいい。いよいよキャンマーあたりも春が来たのかな。そうだといいな。もう先週も雪が降ったでしょ、その前の週も雪降ってたでしょ。もう4月はね、雪が降って当たり前ですからね。それが久しぶりにいい天気になって、ポカポカ陽気で最高だな。いやでも表現能力が乏しいねボキャブラリーが少ないっていうか、もう大人の形容詞使いたいよね。すごいとかやばいとか綺麗とか気持ちいいとか、そんな言葉ばっかじゃなくてね、形容詞を使わない大人の感動表現ってしてみたいんですよね。それがなかなか、まあ普段使わないからできなくて当たり前だよね。何でも継続、最初はできなくて当たり前、それをできなくても続けることによってだんだんとできるようになっていく。なんか家のマンションのすぐそばで、もうたった6分7分歩いただけでこんな景色の広がる場所が、遊歩道があるんだからね。遊歩道っていうか樹林歩きだよね。恵まれた環境だな。これが僕にとって当たり前なんだから、贅沢極まりないよね。うーわー、すーごいす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 ごい。そう、僕にとっては当たり前だけど、日本の人がこの映像を見たらえっていうようなことやっぱりいっぱいあるんでしょうね。例えばなんだろう、これ全部針葉樹なんですよ。ほらこういう感じでね、針葉樹が隙間なく並んでるんだけど、いや隙間なくっていう言葉は違うな、隙間だらけ。すごい太陽の光も差し、木漏れ日も差し、森が明るい、それが気持ちいいんね。もうみんな半袖で出てるわ。そうだ、見つけましたよ。ここに住んでる僕にとっては本当に当たり前のことなんだけど、日本の人にとってはやっぱりびっくりなのかな。こういう看板がね、町の遊歩道には必ずあります。そう、熊に会わないために、熊に会ったらどうすんの、熊を避ける努力をしましょう熊を敬いましょうっていうね。そうそう、僕も言い忘れてましたけども、今日散歩するために熊撃退スプレーなんかを持ち歩いてます。
この時期って一番可能性がありますからね。キャンモアの街、この時期に散策するとき、散歩するときには熊のことも頭に入れましょうって。怖い熊はほとんどいない、みんな友達、フレンズ。一番大事なことは熊さんを敬うこと、そして熊さんに対する正しい知識を持っていることっていうことです。じゃあここから僕の住んでるマンションまではまあ徒歩10分かな。このまま家に帰ります。家に帰ってね、動画を撮るためのまた企画を練ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。お付き合いありがとうございました。I keep repeating the same mistakes. I did them all before in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure